お酒さんもあるんですか？私ほとんどないですよね。どういう顔して帰ってるかわからないですよ、ね、だけど壇上だし。あ、マスカ君がもう来てます。マスカ君来てますか？来てますもう体動いちゃってますもん。さあ決勝戦チャチャチャからです。まずは初ファイナルのマスカ組のチャチャチャからご覧ください。切れてますね、体が。まあ、彼はまあ、ちょちょちょ得意のダンスですからね。タイプが違いますね、なんで全然、まあ、精神的にはやっぱりチャンピオンの方がきついかなと思うんですよね。やっぱりチャレンジャーは攻めるだけですからね、守りに入らないようにっていうところがやっぱり、まあ、チャンピオンがきついところですね。何もなくただがむしゃらに踊るだけなんですけども、やっぱりまあ何回かチャンピオンを取ると、まあ、そのうち飽きられてくるんですよね、同じことばっかしやってると。そこからやっぱりいろんなことを考え始めたっていうことですよね。でも魂に訴えるぞっていう気持ちで届けたわけですね。それはもう当然ですね。すごく哲学的なんですよね。ああ、なるほど。頭なんだ。そうですね。ハートもあるし。そう、ハートと頭と。そして神の領域に達するわけですね。さあ、決勝戦の最後の最後の種目、ライブです。マスカ組も大変いいダンスしてます。嬉しい、ファイナル進出ですよ。気持ちどうですか？そうですね、やっぱり3団体集まっての大会でやっぱり一番大きな大会なので、ね、このような素晴らしい大会でやっぱりファイナル最後まで踊り切れたことをすごく誇りに思いますし、すごく嬉しく思います。名前をコールされた時の気分っていうのは？そうですね、ずっと何年ですかね、セミファイナル、あそこから降りたいと思ってずっといたので、もう一歩ずつちょっと踏みしめて、はい、しまいましたね。今日は正直どんな気持ちでこの大会、不安とか例えばちょっと怖いなとかそういう部分っていうのもあったんですか？前日まではすごい気持ちが高まっていて、でもやっぱ当日の朝、今日ですね、少しなんかやっぱりダメかもっていう気持ちが少しあったんですけど、でも10ファイナル あのフロアに立った時に、あ、もう大丈夫だっていう気持ちだったので、ファイナルで呼ばれた時もあの喜んだというよりかはどっちかというとほっとしたというか、あ、よかった呼ばれてみたいな感覚でした。皆様の応援のおかげでこうしてね、あのファイナルを踊ることができました。ありがとうございました。これからもさらに上を目指して頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆様の声援が私たちのパワーになります。本当にいつも助けられています。まだまだこれから頑張るつもりですので、温かく見守っていただけたらと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。